はい、どうも皆さん、こんにちは、シャロンです。ということでね、今回なんですけど、今回は、最近ね、なんか知らないけど、いきなり帰ってきた、ポンプについてね、ちょっと話していこうかなと思います。はい。で、何を話していくのかっていうと、まあ、なんでね、このタイミングで、ポンプをね、戻してきたのかと。まあ、ちょっと意味がわからないじゃないですか。俺もね、なんて言うんだろう、14日間の夏のアップデートが、来て、で、フォートナイトつけて、でね、フレンドと、スクワットかな、行ってたんですよ。そしたら、フレンドの人が、あ、そういえばポンプ帰ってきたよ、みたいな、言われたから、え？みたいな。なんか、モード間違ってんじゃないの？それ、みたいな言ってたけど、まあ、普通のモードでもね、まあ、今現在ね、ポンプが、まあ、出る状況になってるんですけど、まあ、いきなりすぎるよね、もう。なんか、ポンプ消された時って、うわ、なんでポンプ消すの？みたいな。いや、意味わかんなくね？みたいな。結構そういう人多かったじゃないですか。てか、めちゃめちゃ多かったじゃないですか。もうほとんどの人が、なんかポンプ消すの意味わかんなくね？みたいな。ああ、もうこのゲーム終わったわ、みたいな言ってたんですけど、なんか結局、消してコンバット出して、で、コンバットなんだこれ、レティクル攻め、使いづれ、みたいな。そういうのね、結構多かったと思うんですけど、まあ、だんだんね、だんだん時間も経ってきて、まあね、皆さんね、もう慣れた頃だと思うんですよ。で、その慣れた頃に、なぜか、帰ってくると。それがね、ちょっとね、もう、不満が爆発ですよ。もう意味がわからないよね、もう。戻すタイミングどうなってんの？みたいな。なんか、もう今、ポンプを戻すんだったら、もうちょっと前から、戻してほしかったなっていう感じにね、思いますね。ポンプはね、もしかしたら14日間の夏のイベントで、毎日ね、保管庫に行ってた、武器がね、帰ってくるってやつがあるんですけど、ワンチャンそれじゃないの？みたいな感じで、思われてる方とか、まあ、結構いるかもしれないんですけど、14日間の夏に、帰ってくる武器の中に、ないんですよ、ポンプは。まあだから、もしかしたら今帰ってきて、もし、イベントが終わったら、もしかしたらね、なくなっちゃうかもしれないですけど、まあ帰ってきたっていうのにないんですよね。で、しかも帰ってきたっていう広告、まあ、イベントの告知みたいなのがね、ないんですよ。今日は何々が復活しますよみたいな感じで毎日やってるんで、まあ1日目 LMG で2日目が、なんだっけ、2日目、よくわかんないですけど、まあ、1日目 LMG みたいな感じでね、復活する武器はそういう感じで書くんで、まあ、ポンプはね、書かれてないんですよね。まあ、なんで、もしかしたら、このままずっと出るかもしれないなっていうので、で、いきなりね、帰ってきてね、何がね、ダメかっていうのを、ちょっと言っていくんですけど、多分ね、みんなこれ思ってると思う。俺だけかな。コンバットにね、慣れてるじゃないですか。もう、撃つ連射速度が、パン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 じゃないですか、コンバットって。でも、ポンプって、パン、パン、パンみたいな感じなんですよ。で、今までだったらね、ポンプじゃない、コンバットから、SMG に切り替えるってことはね、あまりなかったんですよ。で、なんでかっていうと、コンバットが連射速度が高いから、まあ、いらないと。もう、ポンポンで敵を倒せると。だから SMG の切り替えがなかったんですけど、まあ、ポンプっていうのは、まあ、次がね、遅いんで、SMG にね、切り替えないといけないっていう、まあそういうのがね、まあ前までだったら当たり前なんですけど、今のこの状況で、いきなり返されちゃうと、もうパンパンで撃つのに慣れてるのに、もうパン、武器支援撃つみたいな、そういうのがなくて、だから俺がね、結構、でも皆さんあるかわかんないですけど、まあこれ俺のね、あれ、ちょっと粋なんですけど、なんか、コンバットの癖がついちゃって、コンバットもね、最近当てるようになってきてるんですよ、もう慣れてね。まあ、前まではもう全然当たんねえって言ってたんですけど、まあ今はね、慣れて当てるようになってるんですけど、なんか、コンバットのこのパンパンっていうタイミングに完全に慣れすぎて、ポンプ打った後に切り替えないでね、そのまま打とうとしちゃうんですよ。もうね、これ癖抜けなくて、で、いきなり返してきてもなーみたいな。いきなりポンプ、まあみんな返せって言ってたけど、このタイミングでいきなりね、戻してきてもね、逆になんかいらないんじゃないみたいな。なんか特殊も強くなって、まあ特殊もね、連射できるし、コンバットも連射で、まあ完全に連射のショットガンに慣れてるわけなんですよ。まあ SMG はあんま必要としないね。で、ポンプが、
全然連射速度がないから SMG に切り替えた時にもうおかしくなっちゃうっていうのが、まあちょっといきなり返し、なんかいきなり戻してきてちょっときついなみたいな。もうなんかどの環境に慣れても違う環境が来ちゃうっていうのはまあいいと思うんですけど、まあ武器に関してのこの感じはなんかあんまないんじゃないかなと思います。で、まあちょっと今はね復活したいんですけど、1日目の LMG とか、まあ復活期間だからかもしれないけど、もう肝心にね脇がおかしいんですよ。もう LMG ばっか。もう宝箱開けても LMG みたいな。もう LMG が出すぎてね、結構ゲームがぶっ壊れてるっていうか、まあ、SMG も帰ってきたじゃないですか。まあだから結構ね、なんかぶっ壊れ要素で、でポンプがね、逆に使えなくなっちゃってるんですよね、今。だからちょっとそこがね、不便なとこですよね。まあポンプはね、結構、結晶とかに入れると1ダメージがでかいんで、まあコンバットもでかいんですけど、まあポンプの方がね、一発がでかいんですけど、まあちょっとそのまま撃とうとしちゃうっていうのが結構デメリットですね。はい。だから今はね、俺ポンプじゃなくて、コンバットを使ってるんですけど、うん、なんだろうね、なんか、なんで戻したのかがわかんないよね。どういうあれなんだろう、タイミングがね、なんかポンプ、だって今回ね、なんかツイッター、まあ俺が見てないかもしれないけど、ポンプ帰ってきたのみたいな。なんかあんまね、喜んでる人、なんか、いなかったと思うんですよね。まあこれわかんないですよ。俺が見てないだけかもしれないですけど、あんま喜んでる人がね、まあ見当たんなかったんですよ。まあそれもね、多分いきなり返してきて、なんで今更感すごいみたいな。もうポンプいらねえじゃんみたいな。コンバットの方が強いんだけどみたいな、そういう感じになっちゃってるから、まあ今更感がすごいよねっていう、そういう話ですね。で、まあ、今、結局、まあ結論ね、何が言いたいかっていうと、ポンプをね、このタイミングで返してほしくなかったなと思いますね。はい。もうなくてよかったんじゃないかなっていう。ここまで来るとなくて、で、もうコンバットをね、もうパンパンって打つのに慣れて、で、もうそれだけでもう、フォーザネットはね、結構安定したんじゃないかなと思いますね。もうみんな慣れてるんで、コンバットの方が、まあ、ポンプも当てやすいっちゃ当てやすいけど、まあ、コンバットの方がね、絶対強いなって思って、ポンプ使ってる人いるかな？まあ、いるか。まあ、いるっちゃいると思うけど、まあ、ちょっと、難しいですよね、うん。いきなり返されたとこでっていう。まあ、なんでね、今後も、もしかしたら、いきなりぶっ壊れだった武器が、まあ、AR とかがね、消えて、で、なんか違う、もうバーストだけの AR になった、みたいな。でも、それ慣れちゃったみたいになった時に、普通のやつが、なんかいきなり帰ってくるみたいな。そうなると、いや、もうこっち慣れちゃってんだし、みたいな。ブーム棒っていうかね、まあ、ぶっ壊れ武器とかが一回なくなって、で、新しいのが出て、で、ちょっと弱体化されてて、新しい新武器で、それに慣れて、ちょっとしたら帰ってくるみたいなね。そういうことをね、続けられてしまうとね、ちょっとね、何やってんだみたいな、ちょっと思っちゃうんで、SMG とポンプが帰ってきたのかな、ちょっと、そんぐらいしかまだ、あと、なんだっけ、インパルスグレネードじゃなくて、なんだっけ、あ、マジで名前申したい。まあ、なんか紫色のね、インパルスが消えて紫色のやつが、追加されたんですけど、まあ、それはいいとして、それはいいとしてね、ポンプと SMG をね、ちょっと、まあ、14日間の夏で、消えてほしいなって思いますね、はい。なんか、まあ、なくてもいいんじゃないかなっていう。まあ、なんか、ある、なんて言うんだろうな、ここまでコンバット慣れんの頑張ったのに、いきなりポンプ出されても、まあ、結局ね、なんか使うのはコンバットだしね、もう、一回消しちゃったんだったら、もうメイン武器みたいなものを一回消しちゃったんだったら、もう新しい要素のままで、なんか、ね、そのままで復活させない方がいいんじゃないかなと思いますね。限定モードだけだったらね、いいんですけどね。まあ、俺限定モードだけだと思ったんですよ、普通に。普通にだって、もう、あんだけね、騒がれてたのに、いきなりね、なんか何事もなかったかのに戻してくると思わないじゃないですか。まあ、だから帰ってきたって、本当に落ちてたんで、普通のモードに。いや、やば、みたいな。マジかよ、みたいな。今までの苦労何だったんみたいな。そういうのがちょっと思いましたね、はい。ということで、まあ、今回は、まあ、いろいろね、喋ったんですけど、まあ、ちょっと同じことしか言ってないかもしれないですけど、まあ、とりあえず、まあ、一回消したメイン武器的なものは、もう返してほしくないと。
もう慣れてから返すのは遅すぎると。まあちょっと出してから、あ、違うなって思って直すんだったらいいんですけど、まあちょっとやめてくださいという、自分の意見を言った動画でした。はい。ということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。はい。それ強いな。アンチも前。いやー、資材が。もういけるか。どうも今日。壊さないの。わあ、ナイスアーマー入った。ナイスでかい。プッシュ取れてない、下でんか。うお。ナイス。